はい。えっ、ー、と、南インドの、えー、日本語教師の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、あの、この日本語の勉強方法を勉強する、えー、ブラッシュアップコースの最後の、えー、週になります。で、えー、あの、このスライドはいつもと同じようにインターネットで見ることができます。えーうん、ビットリースラッシュ BUC20201007 ですね。 これブラッシュアップコースの2020年10月7日というそこから来ています。はい。うん、で、えー、今日の目標は、えー、2つあります。1つ目は、えー、日本語を勉強するアイディアで、その夢のようなアイディアを持つことができるということです。えー、とてもいい、えー、アイディアをたくさん出しましょう。で、2番目は、えーうん、夢のようではなくてもいいので、 現実的な方法で皆さんがこのコースの後にどうやって日本語を勉強していくかを考えてもらいたいと思います。それができるようになることが今日の目標です。<laughs> はい。じゃあですね、最初はその夢の勉強方法ですね。はい。で、えー、これはですね、ブレインストームを、ズ、えームのブレイクアウトを使ってやりたいと思っています。 で、えー、ブレインストームは、あの、まあ、知っている人は知っていると思いますが、えー、知らない人のために説明します。で、うん、ブレインストームは、あの、いいアイデアを出すことよりも、たくさんのアイデアを出すことが目的です。えー、で、どんなアイデアでもいいです。あの、えー、バカバカしいアイデアでもいいです。で、えー、人のアイデアの真似でもいいです。例えば今、私はヒンディー語を勉強していますけど、 えー、わた、誰かが、その、アーミル・カーンにヒンディー語を教えてもらいたいな、と言ったら、私が、それじゃあ私は、えー、ディーピカ・パール・コーンさんにヒンディー語を教えてもらいたいですね、とかね。えー、こういうふうに、あの、真似ですよね。まあ、有名な、えー、映画の俳優さんに教えてもらいたいという意味では全く真似です。はい。うん、なので、こういう真似でもいいので、とにかく、たくさんのアイデアを出すこと。 これがブレインストームです。で、たくさんのアイデアを出すためには、えー、他の人から批判されることを心配し,あのしているとうまくいきません。ですから、えー、他の人のアイデアを批判してはいけません。えー、で、それだけではなくて自分でも自分のアイデアを、あのー、考えなくていいです。これはいいアイデアかな、悪いアイデアかなと考えてはいけません。 どんなに悪いアイデアでもいいです。で、特にですね、4つ大事なことがあります。その、自分のアイデアを出すときのブレーキですね。ブレーキ、あの、4つ大きいものがあります。1つはお金。1つは時間。で、1つはそんな教科書がまだない。それからそんな ICT がまだないとかね。こういう理由を考えて無理だというふうに思う人がたくさんいます。 でも、えー、ブレインストームの時には、そういうふうに考えてはいけません。お金がないから無理とか、時間がないから無理とか、考えてはいけません。逆にお金が、例えば100億円あったらどうするかとか、えー、自分が死なないで永遠に生きられる。そう、そしたらどういうふうに勉強するかとかですね。そういうことを考えてみてください。はい。うん で、あの、それでもですね、どうしてもアイデアが出ない人、えー、そういう人も時々います。そういう人は、えー、思い出してください。このコースで勉強したことですね。えー、3つのタイプを勉強しました。ソーシャル型の人は、まあ、友達を通して日本語を勉強する人ですね。でそういう人たちは Twitter とか Facebook の使い方を、えー、ここで勉強しましたね。それから言語オタク型というかそのコンテンツベーストラングエージュラーニングですね。えー、まあ、あの あ、これすいません。コンテンツベースラングウェージラーニングは、こちらアニメ型の方です。間違えちゃいました。はい。言語オタク型は、普通に教科書を使って、教科書とか、え、アプリを使って勉強する人ですね。勉強するためのアプリなどを使って勉強する人。それが、えー、言語オタク型。えー、それからアニメ型。これが CBLL です。すいません。コンテンツベースラングウェージラーニングですね。えー、これは、Language Learning with YouTube とか、Language Learning with Netflix とか、えー、 それに、あの、ハテナブックマークとかですね、理解くんという、こういうのを、あの、えー、ご紹介しました。こういうのを思い出して、えー、理想的な夢のような勉強方法を考えてください。えー、じゃあ、ちなみにですね、私がどういうふうに、えー、まあ、思いつきで、あの、どういうふうに、あの、夢の勉学習方法を考えたかをちょっとご紹介してみます。 えっと、例えばですね、これ VR、VR これですね、バーチャルリアリティね、えー、VR でバーフバリの世界の中にいます。スクリーンで見るだけではなくて、もうその世界の中に私がいる。そして、えー、私がその主人公になって、あのー、カラオケのようにね、カラオケってその音楽があって、だけど、歌だけがありませんよね。で、えー、歌手の代わりに自分で歌います。それがカラオケですよね。それと同じように、 その映画の中で主人公のセリフを言います。えー、で、セリフはですね、私まだヒンディー語そんなに上手じゃないので、えーえー、そんなにあのー、難しい言葉は喋れません。ですから初級レベルと、それから、できれば中級レベルと、それからオリジナルのね、えー、そのセリフを選ぶことができる。えー、で、うまく言えなかったら、その、その映画のセリフをですね、何回も聞いて、 え、繰り返すこと、繰り返し聞いて練習することができる。え、こういうのはとてもいい。あの、私はやってみたい。これがもしできれば、やってみたいと思います。はい、二番目はですね、えー、これは、あの、ズームなどで、あの、もう、いろんな人と話すことができますよね。で、その時に、ただ話すだけだともう、私にはまだ難しすぎます。私のヒンディー語そんなに、 あの、話せるレベルではありませんからね。ですから話すときに AI、ア、えーティフィシャルインテリジェンス人工知能ですね、えー。AI が次にどういうことを言うかの候補を示してくれて、私はそれを選んで言うだけ。えー、こういうのはですね、実はスマートリプライといって、えー、もうすでに、あのー、簡単なものは実用化されています。 例えば Google の Gmail でも、えー、自分で書く前に Gmail がこういうふうに返事しますかっていう3つぐらいの,あの候補を示して、その中から選ぶだけという、そういう機能がありますね。それがもっと会話の中でもできるようになるといいなと思います。で、これ実際にですね、あの、 これは1982年の映画だったと思いますけど、その映画の中でもそういうものが、あの、えー、描写されていますので、ちょっと見てください。ただ、少しあの、というか、とても汚い言葉が出てきますから、すみません。それ聞きたくない人は聞かなくてもいいですが、あ、間違えちゃった。えっ、ー、と、えー、はい。ちょっと聞いてみましょう。はい はい、えっ、ー、と、これはあのそのターミネーターっていうアーノルド・シュワルツネッガーの映画ですけど、えー、今ですね、あの画面に出てきたような、えー、そういうシステムがあると、 私が、あの、まあ私のヒンディー語はまだとても話せるレベルじゃありませんけど、そういうのがもっと簡単になって、えー、あの、今のレベルからヒンディー語の人と、あの、ヒンディー語で話せるようになるんじゃないかなと思います。はい。これはそのソーシャル型の勉強方法のもっと夢のような形ですね。はい。はい。ではここからはですね、 それをあのもう少し現実的に考えてみたいと思います。えーでであのえー、さっきあのブレインストームのことを話しました。で皆さんが考えた夢の方法というのは本当に不可能なんでしょうかもしかしたら今でも可能かもしれません。でそれをです、ね、考えてみたいと思うんですね。でまず、まあ、どうしても不可能な部分というのはあるかもしれません。つまりできない部分ですね。 できない部分と不可能ではない、つまりできる部分があるかもしれません。それを分けて考えてみましょう。で、できない部分は他の方法を探して考えてみましょう。ちょっと実際に私の例を見せてみたいと思います。はい、これさっきの最初のえ私の夢の学習方法のところですね。 これ VR でバーフバリの世界の中にいるというのは、今は、うん、まだできません。えー、ですけど、うん、えー、つまり VR ではできないけど、ネットフリックスで見ることはもちろんできますね。はい、えー。で、自分が主人公になってカラオケのように王のセリフを言うっていうのは、えーうん、その王のセリフのところだけミュートすれば、そして字幕を読めば、えー できます。<laughs> っていうか、あの、すいません。私のヒンディー語はそんな上手じゃないので、できませんけど、でも、その、うん、えー、技術的にはできます。ね。はい。うん、で、あの、セリフをですね、そのバーフバリのセリフが初級レベルと、あの、オリジナルというふうにレベルを分けて練習することができればいいですけど、それは今ではできませんね。ですけど、 え、オリジナルのだけだったら、こういう練習をすることができますし、それからですね、あの、これ、ラング、ラングエジ・ラーニング・ウィズ・ネットフリックスでお金を払うと、この有料版っていうのはね、お金を払うとですね、あの、自分で、あの、一つ一つのセリフに星をつけることができるんです。で、それで、あの、もう今実際に私が自分の、あの、 私のヒンディー語のレベルで、わかる、話せる、そういうセリフだけを、あの、星でつけています。スターマークをつけていますね。で、その、うんうんえー、その、星のついたセリフだけを表示するということができますから、あの、うん、えー、まあ、これに近いことができるわけですね。 つまり初級レベルのセリフだけでまとめて練習するということはもうすでにできます。で、そのうまく言えなかったらモデルを何度も繰り返して聞くことができますっていうのも、これも、あの、Language Learning with YouTube の時に紹介しましたよね。えー、キーボードの S を押すと何回も同じセリフを聞くことができます。それから AP ですよね。オートポーズ。 オートポーズもオンにしていれば、そのセリフが終わった時に自動的に止まりますから、もう一度 S のボタンを押したら、何度も何度も同じセリフを聞くことができます。はい。うん、まあ、このように考えると、えー、最初は夢のような学習方法だと思ったことが、実はですね、結構今の、えー、技術でもそれに似ていることができる。 ということが分かるんじゃないかと思います。はい。えー、それでは、この最後の課題です。で、最後の課題は、えー、課題のあのコードが、スラッシュ、課題05ですね。これ、あの、えー、アルファベットでお願いしますね。はい。で、えー、課題は、このコースが終わった時に、皆さんはどうやって日本語を勉強したいか、えー、それを教えてください。で、WhatsApp にですね、 え皆さん参加者コード、わかると思いますね。スラッシュの後に数字が2つあります。それとこの課題コード、これですね。はい。課題05、スラッシュ課題05。これを一緒に書いて、投稿してください。で、形式は自由です。あの、文字でね、文章で書いてもいいし、ビデオで何か見せながら説明してもいいし、マインドマップのような新しい形式でもいいし、 絵を描いてもいいです。まあ、絵を描いたときはそれを写真に撮って投稿してください。はい。えー、以上です。それでは、ズ、えームね、えー。2020年10月7日にズームでお会いしましょう。はい。失礼します。